本郷通り商店街の北端付近、本郷通り商店街とは、奈良県大和高田市の本郷通りに沿う商店街である。平安時代に高田周辺が平田荘という大商園であった頃、その中心に高田郷と呼ばれた集落があった。そこは、横王子が高井堂と交差するという交通の要所であり、高田発祥の地として本郷と名付けられたという。この付近には、 衣服寺、天神社、八幡宮、上皇寺、竜神院などの社寺や大和国衆の城下町として、座の聖人が集まった。近代までは、農村的性格の村であったが、明治以降は、高田の産業発展とともに、商店街も発展していった。通りの堀江邸宅跡地には、明治天皇が、地方巡行で1877年2月12日に、高田に立ち寄った。 祭の記念碑が建てられている。1937年建立、記号は徳富祖宝によるもの。1686年に伊原西閣によって記された、公職五人女の八百八百七の物語が、大和高田市本郷のこの地で起こった事件をモデルに、したとの説がある。西閣の記港文には、本郷ゆかりの文もしばしば見受けられる。また、本郷付近の川には、 おな,な川が流れ、この水をやけどによく効くと伝えた。近隣の上皇寺の過去帳におな,なの名が残り、呪図も同時で保存されてきた。ただし、山和高田氏の HPE によれば、上皇寺のおな,なの呪図には、教法十年とあり、これは、伊原西閣の公職五人女が書かれた、上京三年の三十九年後である。また、上皇寺の教法年間の過去帳には、死刑囚 七という名が見える、ともされているが、同じく共放年間は、伊原ラ閣よりも後の年代である。現地案内版より大和高田市、HP、伝説民は、やおやお72012.9、23閲覧。ありがとうございます。